出させていただきますよ。はい、外から応援できてるもので、あ、そうですか。熊本の KB さんで放送予定です。あ、はい、何時ぐらいになりますか、大体。ですね、おそらく今日の夕方になるかな。夕方、はい。あの女の子が電話来たんですよ、なんかキャスターの。船津とか。あ、そうそう。船津さんからちょっと電話。あ、そうですか。今日夕方。あ、そうですね。ちょっとすみません、お伺いしたいことが何個かあって。あ、はい。今日何時頃までやられる？今準備してるんで、大体今から食べると12時ぐらいだろうね。そうですね。大体12時くらいから始めて1時間ぐらいで終わるんじゃないかな。1時間ぐらい。だと思います。分かりました。大体何杯ぐらい振る舞うとかって予定とかないですか？いや、一応ですね、地元の声を聞くんですよ。はいはい。で、260名の方が最初から来てるって聞いてるんで、一応260プラス、まあ、ボランティアの方も含めて350ぐらいの、何杯出るか分かりません。なんですね。ちょっと最初取材させてもらって、はい、我々ちょっと素材、なんていうか、放送のためにですね、はい、持って帰るんですけど、はい、その後、終わった後に、はい、鎌田さんの携帯に電話させてもらって、はい、結果、大体何杯ぐらい振る舞われたかって確認してもいいですか？大丈夫。じゃあ、ちょっと確認します。確認します。結果、私、来ると思うんですね。ありがとうございます。で、九州ラーメン島のことをちょっと確認したいんですけど、はいはい、拠点が、益城町そうですよ。熊本地震でも振る舞われてます。そうですね。ちょっとインターネットで調べた情報なんですけど、はい、大体30年ぐらいにわたって、おっしゃる通り、はい、まあ、全国の障害者施設とか被災地とかで、ね、はい、やられてると、だから大きな災害地は全国があって、全国東日本から全国阪神淡路から、ね、そう。なるほどなるほど。全国版、全国版、全国版、もう全部道具とかも持っていかれるんです。おっしゃる通り。で、あのマイクロバスでこういかれるね。そうですか。みんな、ね、メンバーですから。素晴らしいですね。私は元3年前、現職自衛官だった。3年前経験ですか。で、私が東日本行ってる時ですね、はいはい、現職で。東日本ずっと回っておられたんで、はいはいはい、私も感銘を受けましたね。あ、そうですね。自衛隊さんは自衛隊さん、民間は民間でこうやってるわけです。じゃあ今別の形で支隊長回られてるわけですね。今一緒、統合しましたね。あ、そうですね。統合して、統合して、まさしく官民ですね。官民一体、官民一体で素晴らしいです。ちょうど30年です。平成4年からやってるんで、今は平成7年かな。いやね、まあまあ約30年やったんで、平成元年からもう平成的にやってるんで、平成元年、平成元年やられてる。なるほどなるほど。この後、まあと、まあ、今回もいろんなとこ被災してますけど、いろんなとこでもやられる予定ってございます。そうです。次の予定って何ですか？決まってますよ。来週がですね、25日土曜日、明日に入ります。25日土曜日、明日で、その後も各地でやる予定っていうことで、もう現場からの声を聞いて、こっちに来てくださいっていう声に応じて、なるほどなるほど。次は人吉、この次です。明日の次が人吉。もうそれは予定ですけどね、一応明日は完全に決まってます。あ、そうですか。はい、明日25が確定で、まあ、人吉はまだ、今は調整中。調整中。なるほど。ちょっとやっぱ現場の状況がちょっとまだ現場のようですからね。戦争、現場の声があればどこでも行きますという。素晴らしいですね。そういうスタイル。皆さん、僕不勉強なんですけど、ラーメン屋の方っていらっしゃるんですか？私はだから。すみません、ちょっと今更な質問。ラーメン島っていうぐらいだから、私は個人的にラーメン屋を20年前からやったんですが、今は障害を持った方たちが働くラーメン屋。なるほど。だからラーメン屋はやってる。ああ、なるほど。じゃあ現役のラーメン屋の店主っていうか、店主は孫ですけど、あ、だから、まあ、法人が、障害者の人たちが働くラーメン屋さんです。言えば障害者施設ですよね、うん、難しいですよ、そこら辺は。難しい、自体言うから難しい。簡単に言わんか。店主です。店主は、店主が。いやいや、なるほど。じゃあ、なんていうか、まあ当然の現役のラーメン職人って言ったら大げさかもしれないけど、そういう
そう、要はプロの味を振る舞ってる。もちろん。もちろん。頭切らしてる。やっぱり、さすが取材者。わかりました。ありがとうございます。ちょっとまたなかったらお声掛けさせてもらいます。大体何分ぐらい取るんですか。ですね、大体そうですね、振る舞い始めてから、ちょっとまあ振る舞ってる様子と、あと食べた方々の感想もちょっと聞きたいなと、その辺も伺って、まあ大体1時間ぐらいにはなるかなと思って。わかりました。放送時間は10分ぐらいです。5分ぐらいか。放送はですね、今日の夕方は、ちょっと今日土曜日なんでですね、普通の、いわゆる、夕方のニュース番組しかないんで、1分とかになると思うんですけど、翌週月曜日とかにもしかしたらちょっと長いです。いいですね。はい。いいですね。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。